白眼由美来台，脑袋空空，答非所问呢。刚才讲那个 pose 多一点好不好？曾多次来台的前 AKB48 成员白眼由美，今天录制名字全新时尚节目《流行新势力》。台湾的时尚跟日本的时尚，他觉得有没有什么不一样的地方？あんまりまだ街とか歩いたことないので、台湾の女の子のファッションがわかんない。OK， 那我们来问观光好了。就是来台湾看演唱会，他自己好像有去一些就是观光地这样子，有没有特别让他印象深刻？他这一次特别还想再去？啊，千と千尋の，千と千尋の。Cube。かな、あの。Cube。Cube に行ってみたい。前回は行かなかった。行けなかった。ちょっと遠い。喂，问你想要再去哪里？前回もいろんな場所に行かれたと思うんですけれども、自分でこういろんな観光地に行って、あ、でもそんないろんなところには行けなかったです。でも行ったところでまた行ってみたいなっていうところがあります。渋谷？なんか、あの台湾の渋谷って言われてるすごい若い人。なんていうんだ。西門町というところですかね。多分楽しかったです。让爱要不一样，我坚信。你要是不认真的作答的话，我会让你吃葡萄的。报道。